お金だけが目的じゃない場合もあるんですよね。アフィリエイターの場合はまあ純粋にビジネスなので、ビジネスためにやってると。まあ、法人化している人も周りに結構いたりします。インフルエンサーの案件の相場ですね。インフルエンサーダサいのか、あと炎上とかですね、影響力のデータ、この辺聞かれてますけども、まあ、インフルエンサーにもダサい人はいっぱいいますよね。まあ、なんかもう似たようなこととか、横並びですよね。似たようなことしか言ってない人、僕ダサいなと思っちゃうんですけども、やっぱり尖った意見を言えるっていうのが本物のインフルエンサーかなと思います。まあ、案件の相場、まあ、いろいろ案件っていうのはもちろん、フォロワーとかそういうのによって変わってくるんですよね。影響力とか経済効果ですよね。やっぱり当然依頼する側はこれを見てますので、これで変わってくると、影響力のデータなんかも、実際依頼する側にはですね、データが来てて、それを見てチェックしてたりしますね。まあ、炎上とかやってるのは今時もちょっとどうなのかなと思いますよね。まあ、最初からずっとどうなのかなと見てるんですけども、まあ、炎上とかそういう目立つ形でですね、まあ、例えば暴走族が